アミディアルドワンアミディアルドワンは20世紀のケージャン音楽に名を残す伝説的なザディコのアーティスト。もともとケージャン音楽の編成にはフィドルが中心でアコーディオンは含まれていなかった。19世紀の終わり頃にクレオール渓国人がアコーディオンを持ち込んだのがきっかけとなった。そしてケージャン音楽としては最初にアコーディオンを録音したのがアミディである。 貧しい小作農民だったアミティは1929年コロンビア社のアコーディオンコンテストで優勝する。白人フィドル演奏者のデニス・マクギーと共に1929年12月コロンビア社で6曲を録音した。現在合計34曲の録音物が残されている。伝統的なケージャンの楽曲が主体だがシンコペーションの強いビートとシャウトが特徴的。 アミディの正確な死亡記述と場所は不明だ。親族や仲間のミュージシャンの証言によると、1939年から49年の間にユーニスの近くで人種差別的な暴行を加えられたことはわかっている。アミディが人気絶頂の折、白人の女性がハンカチで彼の顔の汗を拭いたことに腹を立てた白人男性二人が、 アミティをリンチして演奏できないようにした事件があった。この後、彼は、ルイジアナ州、パインビルの療養施設で暮らして死んだとされている。ありがとうございます。